私も噴水の調査を早く終わらせないといけないのでちゅから。わかったのでちたら、早く行って見回りを終わらせてくだちゃい。そうでちゅね。出ているのと出ていないのでは結構違ってきまちゅからね。所長も頑張ってくだちゃいね。あ、所長、夜に少し用事がありますので秘書室の方へ来てもらえませんか。いただきます。おやすみなさいませ。あら、霧島さん。おやすみじゃないでちゅ。また仕事をサボってましたね。では、なぜ寝る必要があるのでちゅか。図書室は静かにしなくちゃいけないでちゅから、音を立てずに叩くにはこれがいいんでちゅ。ここに来ているのであれば、ついでにこの本を探しておいてくだちゃい。サボろうとした罰でちゅ。働かざる者食うべからずでちゅ。冬葉ちゃん。はい。今後所長が来ても寝かせないように。はい、わかりました。以後気をつけます。じゃあ所長頼みましたよ。お返事は？では後ほど。大丈夫ですか、タカヒロさん。わかりました。あう。お手伝いいたします。本当に迷われる方もいらっしゃいますよ。そういう方の捜索も我々秘書の仕事なんです。私はどちらかというと捜索される側のことが多いんですけどね。
どのような本を探すのですか？それらの本だと、経済の棚ですね。こちらです。ここの R45 から R55 までが経済関連の本棚なのですね。はい、ここにある本すべて経済関係の本ですよ。一応50音順にはなっていますので、順々に見ていけば見つかりますよ。ですね、あは確か、ですね、あのあたりになりますね。せですと3つほど先、R47 の本棚だったと思います。行きましょう。はい、わかりました。経営の友と上司との正しい付き合い方ですね。さんの頭に落としてしまいました。痛かったですよね。申し訳ありません。お待ちくださいね。
なんかリボンを解くときってドキドキしませんか？そうなんですが、しませんか？はい、ボールペンですよ。すみません。よかったですね。今日はちゃんと日が沈む前に戻ってこれましたからね。いえいえ、何をおっしゃりますか。これが私の仕事ですよ。はい、お待ちしております。社長。どうしました？高弘さん。どうしたのですか？はい。霧島さん、寝てるのですか？知らないのでしょうか。わかりました。お任せください。こっちです。です。
ってるから教えてくれなかったんじゃないですか？それは問題がありませんか？着替えとか、高弘さんがやられるのでしょうか？所長、リニアちゃん、ちょっと。